こんにちは。こんにちは。はい、本日はですね、このクロス株、早いものでもう1ヶ月を経ちまして、今日はですね、このクロス株の1ヶ月点検でございます。距離はですね、もう1000キロを超えまして、だいぶね、乗ってどっかいろいろ出かけました。さあ、もう間もなく、見えました、ホンダドリーム豊橋店でございます。さあ、1ヶ月点検行ってきましょう。ゴーゴー。はい、それではですね、このクロス株、初回点検行ってまいりました。距離はね、1100キロ、1ヶ月でね、1100キロ走りまして、でエンジンオイルの方もね、今回は交換をいたしました。このね、クロス株1ヶ月乗ってみて、まあすごくね、大満足です。いいバイクだなと思います。このクロス株に、まあ、あえて言うなら、このクロス株合わない人っていうのをね、私この1ヶ月乗ってみてちょっと思ったんですけども、今回の動画はこのクロス株に合わない人、今回ちょっと抽選しましたので、それを紹介していきたいと思います。はい、まず第1ですね、まずこのクロス株に合わない人なんですけども、やはりね、原付き2種、しかも 110cc です。正直速くは走れないです。速くは走れないけど、まあ、そのとことこ、ね、楽しめるっていうのがいいんですけども、やっぱね、ちょっと速く走りたいなっていう方にはね、このクロスカブはね、合わないですね。ゆっくりとことこ走りたいっていう人にはすごくいいバイクだと思います。あとはですね、まあ、よくある原付き2種ということで、まあ、高速道路とかですね、自動車専用道路が走れない。なのでこうツーリング行って、まあ、知らない土地に行った時にどうしてもですね、まあ、高速はね、看板があって、まあ、気をつけるんですけども、自動車専用道路のバイパスとかで、ね、ちょっとね、看板分かりづらいっていうのがあってね、このまま間違えて乗っちゃいそうっていうのもね、やっぱあると思います。あの、私も和歌山行った時にやっぱりね、ちょっと知らない土地でね、そのバイパスに乗っちゃいそうなっていう場面もありましたので、まあ、ツーリングサポートという有料の、ね、アプリを使えばいいんでしょうけども、まあ、なるべくお金もかけたくないので、まあ、そういうところでね、いざという時に、まあ、そういう専用道路とか高速に乗れないというところはデメリットかもしれません。ただ、まあ、そういうの気にしない方、もう完全に下道でね、ツーリング楽しむ方には全然いいと思います。次はですね、じゃあ3つ目ですね。で、この3つ目はですね、このクロスカブ、まあ、オフロード行けるんじゃないかっていう、まあ、オフロードも走るんですけど、ただがっつりオフロードで未舗装路、そこをね、がっつり走りたい方にはちょっとね、このままだと走れないかなって、ちょっと危ないかなっていうところですね。そういう方にはね、ちょっと合わないかな。まあ、これだったらハンターカブ買った方がいいかなって思うんですけども、まあ、実際ね、これがですね、要はここのエンジン車のこのアンダーガードですね、ここが何もまあついてないので、まあ、こう未舗装路走った時にね、やっぱどうしてもこうマフラーとか、ね、エンジンとかっていうのをね、ちょっと傷つけてしまうかなっていう恐れがあるので、まあ、これにアンダーガードをつければね、まあ、十分走れるとは思うんで、本当ただこのままだとちょっと未舗装路はやめた方がいいかなっていうところですね。なので、がっつりね、本当本格的なオフロードのところで走りたいって方にはちょっと合わないかなっていうところです。はい、で次はですね、4つ目です。この、クロスカブ、このね、シート高がですね、795だったかな、ちょっとね、まあ、テロップ出しますけども、意外とね、シート高高いんですよね。普通のスーパーカブ、スーパーカブと比べてもちょっと高くて、まあ、私身長178センチあるんですけども、まあ、意外とですね、ちょっと高身長なんですね。でそんな私だと、まあ、足つきべったりなんですけども、うちの嫁さんは由美子さんの身長が147センチ、147センチの方だと正直な足はつかないんですよ。で150センチ前半の方、そこまでだと足がつかなくてちょっと怖いかなっていうのはありますね。まあ、それでもね、カブに乗りたい方だったら、もしかしたら、まあ、スーパーカブとかそっちの方の方が多分確か足つきはいいと思ったので、いいかなと思います。なので低身長155センチ未満の方かな、まあ、ちょっと私の勝手な判断ですけど、155センチ未満の方はちょっとね、足つきがちょっとね、不安かなっていうのがあってね、ちょっとまあそこら辺はね、あまりおすすめしませんというところです。
またね、このクロスカブ乗っていてちょっと気になることあれば、またそれは動画として発信していきたいと思います。それでですね、最後までご視聴ありがとうございます。このクロスカブ、ね、本当おすすめの1台のバイクでございます。またね、次の動画も気になるなって方はぜひこのタイミングでチャンネル登録の方よろしくお願いします。あとはコメントもね、評価の方も両方よろしくお願いしたいと思います。それでは次回の動画でまたお会いいたしましょう。バイ。